フロリダブランカ博、ホセモニーノイレ・ドンドは、スペインの政治家。スペインでは、彼の爵位である、フロリダブランカ博の名称で知られている。ムルシアで生まれ、オリウエラで学び、オリウエラ大学を卒業した。サラマンカ大学で法学を学んだ。1766年、カスティーリアにおいて検察官となった。1767年、彼はスペインにおいて行われた。 イエズス会追放の援護者となった。彼はカルロス3世の改革政治の支持者として評判を呼び、当時の最小エスキラー・チェコーはモニーノの才能を評価して、彼を1772年にローマ教皇庁の大使とした。イエズス会弾圧に対して、ローマ教皇クレメンス14世の支持獲得に成功し、1773年に、 フロリダ・ブランカ博の借位を授かった。1777年、スペイン最小となった。フロリダ・ブランカ博は、イギリスに大使優位であることを目指すカルロス3世の外交政策を遂行し、アメリカ独立戦争では、フランスと共にアメリカ側についた。このために1782年にメノルカ島を、1783年にはフロリダをイギリスから奪還した。 しかしジブラルタル攻略は失敗に終わった。フロリダ・ブランカ博が進める中央集権体制は地方の利権を守ろうとする伝統主義派との対立を生み、その狩猟であるアランダ博との清争が起きた。1789年にフランス革命が起こり、年老いた改革主義者であったフロリダ・ブランカ博は自身の政治的姿勢を急激に保守化せざるを得なくなり、 銀行家、フランシスコ・カバルソと動くガスパール・デ・ホバリアノスと、元財務大臣のカンポ・マーネス博を、宮廷から追放した。1790年7月18日、フロリダ・ブランカ博は、襲撃を受けたが無傷であった。しかし1792年、カルロス4世によって罷免され、エリンの自宅で逮捕された。アランダ博の台頭により、フロリダ・ブランカは、汚職と、 食権弾用の罪でパンプローナ要塞に収監された。アランダハクがゴドイに追い落とされると、1794年にフロリダ・ブランカは釈放された。釈放後、彼は政治に介入することなく、故郷ムルシアに引退した。1808年5月2日、フランス軍に対するマドリードの放棄後、フロリダ・ブランカは、フンタをムルシアで組織した。 フェルナンド7世のナシロとして、彼は、殺傷候補、カルロータ・ホアキーナ・でボルボンノリ候補を支持した。最高中央評議会の長に任命された直後、フロリダ・ブランカは、セビーリアで没した。ホベルト・エチャペ・ボーダ、ケフエール・カルロティスも、エド、プラス・ウルトラ、BS、アズ、1972、インストルー・キシーにステルコンデ・デ・フローリード・ブロンコ、エーラ・ジュンタ・デ・マーシア、 パララエリクシーンデラサプリーマセントラルデル、レイナンバーマーシア、19でアゴストで1808。ありがとうございます。